フリースピリッツは最初期のジャズロックグループとして認められたアメリカ合衆国のバンドである。バンドはポップミュージックとガレージロックの要素も取り入れていた。バンドはニューヨークでジャズのグループとして結成された。ベーカーを除くすべてのメンバーがジャズのバックグラウンドを持っていた。ドラマーのボブ・モーゼスによるとギタリストのラリー・コリエルがグループをよりロック志向の音楽に変えたという。 バンドはザシーンと呼ばれるニューヨークのクラブで数回演奏したが、ショーからはほとんどお金を稼げなかった。バンドはミッチライダーやラスカルズとも共演した。1967年までにコリエルはゲイリー・バートンと演奏するためにバンドを脱退した。モーゼスもバートンの元に合流したのはコリエルがいなければ同じような音楽にならないことを知っていたためである。 残されたペッパー、ヒルズ、ベーカーは、ハモンド C-3 オルガンのリー・レイノール、ドラムのジョン・ウォーラーとジム・ジュトロの両名を迎え、エブリシング・イズ・エブリシングというバンドを結成した。彼らは、バンガード・レコードから、ペッパーの作曲した、ウィッチ・タイツーを含むセリフタイトルのアルバムをリリースしている。モーゼスは、後に、ジャック・ディジョネット、スティーブ・スワロー、パッド・メッセニー、 ジャコパストリアス、そしてコリエルとレコーディングすることとなった。ありがとうございます。